お腹全体が出てしまっている。下腹がポンと出ている。そのお腹どうにかしたい。できるだけ簡単にお腹をへこませたい。わかりました。とっておきなものを紹介します。バックブレス腹筋です。デッドバグは辛い。プランクも辛い。腹筋腰が痛い。そんな方にはぴったりです。今回の動画を最後まで見てもらうことで、できるだけ簡単に少ない回数でお腹をへこませるやり方というのが分かってきます。必ず最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、もうズボラな方にぴったり、やるスペースがないとは言わせません。簡単にお腹に効いて、簡単にお腹がへこんでくる、バックブレス腹筋、紹介していきます。やり方を聞いた後に一緒に実践していきましょう。お腹をへこませるポイントとしては、お尻を締める力、これがとても関係しています。腹筋をしても腹直筋が鍛えられるだけです。要するにお腹をへこませる方法としては、お尻を締める力を身につけて、お腹をへこませて姿勢を正す。そうすることでお腹が伸ばされて、姿勢が正されて、お腹がへこんできます。ですのでデッドバグやプランク、腹筋などをしても、お尻をちゃんと締めれてなければお腹がなかなかへこんできません。今回ペットボトルを使うことで、少ない回数でより効果的に早くお腹をへこませることができます。ペットボトルがある方は用意してください。今すぐないよっていう方はですね、やり方だけ聞いて、身を見真似でペットボトルなしでいいです。実践して身につけてください。ではやり方を紹介します。お腹をへこませる方法として、お尻を締める力が必要なんですけども、今回ペットボトルを挟んでやります。内ももの力で挟むんではなく、ポイントとしては骨盤を内旋してしまうと、内ももの力が入ってお尻の力が抜けます。なので外旋をします。骨盤を開く感じでお尻をキュッと締めます。これが内側になっちゃうと力が緩んじゃいます。外側です。外側にするとお尻がキュッと締まります。お尻がキュッと締まるとお腹がキュッとへこみます。そして腰を丸めやすくなるので、よりお腹に効かせます。内旋ではなく外旋です。ペットボトルない方はクッションでもとりあえず OK です。枕でも OK です。一緒にやりましょう。バックブレス腹筋、いわゆる体を倒しながら息をしっかり吐きます。で、今回これを挟むんですけど、より外旋しやすくするために、足を閉じてしまっていると自然と挟むことが可能なので、足をちょっと広げて、広げすぎると落ちちゃうので、落ちるかなどうかな、ちょっと挟むの辛いなっていうぐらいで挟みます。そしてかかとを合わせます。このように、これで外旋します。お尻を力入れてペットボトルをちょっと前に出すイメージです。この状態で息を吐きながらかかとをタッチするんですけど、お腹を伸ばしたままではなく、腰を丸めながらタッチします。こういう感じです。この時に前も少しストレッチされるので、もし痛ければつま先立ちにしてかかとを高くしてください。これでお腹をへこませながらかかとをタッチ、グッグッ、外旋したままです。これでお腹の力をクッと入れます。これを息吐きながらするんですけど、できれば3回以上吐き続けます。ちょっとやってみます。ここからふーっていう感じです。細く長くお腹をどんどんへこませながら3回以上です。一呼吸3回、これを2呼吸合わせて6回やっていきます。かかとにタッチするときに、頭だけこれではダメです。腰からこうです。こうはダメです。こうです。お腹をグッと締めます。これを息吐きながらやっていくので、どんどんお腹をへこませる力が身につきます。これを
二呼吸、三回二セットいきましょう。スマートフォンは顔の前に置いてください。ベッドや布団でも OK です。やっていきましょう。しっかり外旋です。いきます。二回目。OK。今のでお腹をへこませる力がかなり身についていきます。通常の腹筋とは違って奥を使うのでお腹をへこませることが簡単になってきます。もし慣れた場合、一呼吸で3回ではなく一呼吸で7回とかぐらいを目安にやってみてください。息がなくなるほどお腹がどんどん収縮しますので、息がなくなっている状態でもう一回もう一回って続けることによってお腹をへこませる力が身につきます。ですが息を吐き続けて酸欠になったら危ないので気をつけてください。今回ペットボトルを使うことでよりお尻を締める、外旋をしてお腹をへこませながら腹横筋をしっかり使っていく、腰を丸めてよりお腹にも効かすことができて首も腰も痛くなく簡単に行えるバックブレス腹筋でした。とっても簡単でしたよね。腹筋はお腹に効かない、プランクは腰に来る、デッドバグは難しい、そういった方には今回の分がおすすめです。やってみた方、頑張ってみた方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってますので、よかったら説明欄からリンクのフォローしておいてください。 YouTube のコメント欄でもいいんですけども、できれば Twitter でアカウントない方は作ってもらって、タートルフィットネスフォローしてもらって、よかったらハッシュタグつけてトレーニングの経過や質問などをもらえたらと思います。今回もご視聴ありがとうございました。 Thank you.